まだまだまだネギラーメン食べるぞ食べるぞ、辛さはとびきりだ。まだまだまだネギラーメン大変辛い商品ですので、ご注意ください。じゃんじゃん、唐辛子の刺激的な辛み、山椒のしびれる辛み、これ山椒がいいんですよね。山椒が、今回は火薬先入れ方式ですね。火薬を入れましょう。麺を戻した後でスープを入れるという方式であります。後入れスープですね。はい、沸騰したお湯を注いでいきます。はい、十分注ぎましたら蓋をします。今日の蓋は熊のプーさんですね。はい、どうぞ。こっちがいいですね。この上にこの置いとくと、まずスープが溜まりますので、これで何分待つんだっけね。4分ですな。もうすでに30秒ぐらい経ってるから、はい、3分半待ちますか。うん、そろそろいい時間だな。液体スープですな。いい赤い液体スープ、大丈夫だろうか。大丈夫だ、行ってみよう。はい、混ぜ混ぜ。ほほほほほ、お湯多かったかな。どうですかね、このスープが、スープのこのサラサラした音は何だろう。サラサラした音は何かな、何かな、なんかオレンジ色っぽい粉末だぞ。わー、ほら、なんだろう、きっと辛い物質が入ってるんだろうね。あ、ちょっと山椒っぽい香りがするぞ。うわー、大丈夫かな。大丈夫だろう。大丈夫だよ、大丈夫だよ。あー、やばい、赤い細かく砕かれた物質がスープの中に浮かんでいるぞ。あー、あー、辛い辛い辛い。あ、辛い、うまい、辛い、うまい、辛い、うまい。体熱くなるね、この暑い時に。大丈夫かい、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよだ。麺がシコシコしててうまいじゃない。うまい、ネギの歯ごたえがいいぞ。おお、ああ、この赤いの食べても大丈夫かな。意外と大丈夫だな。ということで今日は完食できる見込みです。意外にこの麺がいいね、スープというより歯ごたえがあっていいね。あ、わかった、俺の戻し方が天才的なんだ。湯の量と戻し時間、温度、最適だった結果がこの麺のコシにつながったのと なのだと思われます。まあ説明には4分戻すと書いてありましたが、4分8秒25ぐらいの時間を戻すのがちょうど良かったようですね。麺の戻し時間には定評のある一兵衛の技をお見せしました。
次第であります。ちょっと汗が出てきましたね。汗がちょっと空調服のファンを今日に、あ、もう今日になってるんだすでに。あ、大丈夫だよ、私には頼れるアイテムがある。空調服身にまとうエアコン。空調服を着ながら辛いラーメンを食べる、これがなかなかオツですね。ということで、ニュータッチスゴ麺マーラーネギラーメンをいただきました。はい、あ、まだ麺が残ってますから、まあ、一部はこれからゆっくりいただきます。はい、それでは皆さんさよなら。はい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 、はい、ニュータッチマーラーネギラーメン、はい、辛いです、はい。